皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。本日のテーマもご視聴者様からのリクエストにお答えをいたしまして、今後シリーズです。安倍元首相暗殺死を受けて、JK 夫人、夫人の今後です。いつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。今日は早速ですが占わせていただこうと思います。18番、正位置、たくさんあるカードの意味の中から、カードは今私に何を伝えようとしているか。正位置、そうですね、これはですね、この方の周囲で、たくさんの、方々がおられますよね。いろいろな方々がおられますよね。その方々がこうやられること、すべての中からいかにして、ご自分にとっての最善だと思うんですけども、最善を得るか、そういうことを知っている人、周りの人はいろいろなことをそれぞれの思惑でなさいますよね。その中からご自分にとっての最善、それをいかにして得るかということを知っている人だとカードは伝えているんです。今後を聞いてそれを伝えている。そして、他にもありますよ。この方は快楽主義者だと言っているんです。平成時代、騙されていた時は、私は騙されていたんですけれども、騙されていた時はって感じです。快楽主義者っていう感じになるんですけど、今何かいろいろなことが、明るみに出てまいりますと、もうまさしくという感じがするんですね。で、カードが伝えているのは快楽主義者ですと。でも必要とあらばこの方は少しでも間に合わせることもできるんですよって言ってるんです。少しでも大丈夫なんですよ、必要とあらば。それもやっぱりご自分にとって必要とあればっていうことなんでしょうね。得になればというか、そういうことなんでしょうかね。この方はその時その時の状況に適応する術を知っていて、そしてその状況に適したように貢献するんですよ。貢献という言い方はこのお立場からはなんですけれども、そうだな、援助とか資金を提供する、そういう感じでしょうかね。その時その時の状況に適応する、で最善を見て、よし、じゃあ今度はここに援助しようとか、そういう感じなんだと思いますよ。手助けしようとか、それを伝えているということは今後そうするってことなんですよね。次も見ますね。これも3枚引いておりますので、レッドカーペット10番逆位置ですね。ちょっと私隠せもせずに声が弾んでおりますね。このレッドカーペット逆位置っていうの、この方は何か新しいことを発見する、発見する、そしてそれによってこう選択してきた道、これまでこの方が選択してきた道について考え直すきっかけとなるんですよ、新しい発見というのは。何か新しい発見をされる、それはこれまでこの方が選んできた道についてもう一度考え直すきっかけとなって、新しい方向性を見つけるだろうと言われているんです。ちょっとこれと共通するとこないですか？なんかある。周りの人間がやることすべての中からいかにして最善のものを得るか、そういう術を知っている、で新しい発見をして、これまで選択してきた道はって思った時に考え直して新しい方向性を見つける。で今後の状態なんですけど、見つけるとはいえ失敗なんですよ。もうレッドカーペットは引かれてないんですよ。もうこの方の前には失敗、動けなくなる、お手上げ、行き詰まるです。
で月もないです、この世に出るときは。考え直して新しい方向性を見つけるまでは分かるんですけども、もしかしたらもう遅いかもしれないですね。21番、正位置、今度は正位置だな。これ あのね共通してますね。これね、変化が起こるんですよ、この先で。その変化に対して我々から、見ているといかにも分かりやすい、単純で、まあ節度がないというか節操がないというか、そういうふうな選択をしますね。すでにちょっと準備中だってカードは言ってますね。あともう一つは、この方は何かでこれまでの過去の選択に対してけじめをつけるかもしれません。でもしもけじめをつけたら、そうするとこの人にとって、この方にとって有利なというか、好意的な出来事とか、肯定的な進展みたいなものが、そういうものが予想できると伝えているんです。なのでこの方がこれまでなさってきた選択、あっと思った時に、もしもけじめをつけたら、それに対して、そうするとこう見方も、周りの見方も好意的になってくるし、肯定的な進展、この方にとってが予想できますよって言われてるんですけれども、するのかどうか、ただ今後ですから、これアドバイスを聞いてるわけではないので、今後なんですよね。あとは、まあ、この方が好むと好まざるとに関わらず、ご自分にやってくることを受け入れる覚悟をしなければいけないんですよ。だからもうカードが伝えているのは、確実に変化が起きる、そして何かがやってくるんです。この方につかみに行くというよりもやってくるんですよ。でそれをもう受け入れる準備、覚悟をしとかなければいけないという状態で、まあこの2枚目がやっぱり月のなさ、もう月がないんですよ、月のなさとか、動けなくなる、お手上げ、行き詰まり、失敗まで言われてますので、次、His thoughts、いろいろ考えるんですね。これは問題を検討するとか、密かな思いとか、あとはそうだな、抑えられないとか、抑えきれないような気持ち、それから頭にこびりついていて離れないような考えとか、あとはね、考えだけでなくても湧いてくるようなアイデアとか直感のようなもの、そういうものも含みますね、このカードには。で、まあ、目下の問題についてあれこれとこの方たくさんいろいろ考えている、考えるんですよ。でもそれは上辺だけで、深く考えているわけでもないし、船舶であるということを伝えるカードなんです。でこの方の場合、船舶というよりも、私ね、もう年齢のことでもうね、そんなに考えられなくなっておられるんじゃないですか。なんかもや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 と、もやもやというか、いろいろ考えておられることは間違いない。でもすぐ忘れてみたり、浅い考えしかできなかったり、こういったことが考えられるような状態ではもうないのではないかなっていうこともちょっと思うんですよね。次、A journey ですね。これって出るとね、アーミア様思うんですよ。アーミア様、切なくこのカードが出るんですよね。これはね、何を伝えているかというと、特定の問題、まあ、この件とかあの件とかですよね、それとか、何かの懸案事項がもうついに本格化する、もう勢いを増してくる、ついに始まりますよっていう感じです。あとはね、全く別ですけれども、妙に旅がしたいような、そんな思い、それとか魂の旅という意味もございます。あとはね、旅なので新しい方向とか環境、
そういうのに順応するっていうカードなんですよ。ちょっとね、あの1枚目とか2枚目とか、なんかそのあたりとも共通してますよね。新しい目標とか目的を狙う、なんかやっぱり何か同じようなことを伝えているんですよね。あとはね、あの身を落ち着けられない人だっていうの、よくあのアーミヤ様とかエムコさんとか出てくるんですけど、もうこの方にもそれが出ている、身を落ち着けられない、まあ、落ち着けられないってもう随分とね同じ場所にいるんですけれども、次見ますね。 Letter Desire Lover。 これね、これね、2つ考えられます。2つ考えられることが情けないんですけども、あのね、パッと見た時に最近よくね、あの稽古費でこれが出てくるんですよ。このなんて言うんでしょう、絶望、強く欲する欲望を抱くみたいな、そういう感じなんか出てくるんですよ。でね、こうぼーって見てるのがこのハート、これは恋愛関係なんですよ。で、あのこの新しく始まったようなこの恋愛関係というのは、もう夢中になりすぎて今ある絆を壊しますよっていう、そんな意味のあるカードなんです。なので、あのもしもあのジャニーズのことが本当なら、そういうふうに、ね、ちょっと思えなくもない。もう一つは M 子さんです。 M 子さんが同じような状態で誰かに、こういう感じ、ほの字と言いましょうか、ちょっと昭和っぽい言い方ですけど、ほの字、そんな感じなのかなとか。で、そうなってくるとこの letter なんですけど、意味が2つあります。もしも、まあ、両方かもしれないんですよ。もしもこれが稽古費だったとしたら、これは夫人に対してどなたかがこんな状態であるということを伝えているような、まああのなんて言うんでしょうね、密告するじゃないですけども、伝える、お知らせする、もう告発に近いようなそんな感じ、そんな感じに取れます。で、これが M 子さんのことだった場合は、これね、 M 子さんから夫人に手紙が来ると思いますよ。こんな状態なんですということを伝えてくる、そんな感じがします。本当のエアメール、なんとなくそんな感じがするな。あのね、以前の占いでは M 子さんは夫人にはそういうことは言うはずがないような感じで出ていたような記憶があるんです。というのは、あのお金ね、お金が、生活費が必要なので。でもなんか今度はね、ちょっと違う気がしますね。伝えて別の助けを、なんかそんな感じがしますね。ちょっと一旦下げますね。次見ますね。ニューラブですよ、これ。これやっぱね、同じこと、なんかね、ニューラブ。サクセス、トライアンフ。Without you knowing 出ましたね。となりますとですよ。これね、この前、KK さん。KK さんで、KK さんがこれをしているってい いう、そういうカード出てましたよね。だ、もしかしたらこれ M 子さんのことかもしれないです。そうかもしれない、この新しい恋で。これは成功、勝利、征服なので、恋がね、成功してるってことなんですよ。で、それを見ている、ね、あなたの知らないところで、あなたの知らないうちに、なんですよ。それか、これが稽古費のことだったとすれば、まあ稽古費は新しい恋に、まあ、嬉しくなっているんですよね。で、そうなっているものをこう調査されているというか、そんな感じ見られているんですよね。それが、まあ夫人が
まあ、夫人が直接ではなくてもこう誰かに申し付けてこう見させているというか、そんな感じ、様子をね、うん、そういうふうにも取れる、2つ取れますね。いや、もしかして両方かもしれないんですよ、これ。これ夫人の今後なんですけどね、うん、でもやっぱり強く関係するんでしょうね。なので出てくるんだと思いますよ。 Child Frivolity Servant Child。 これはですね、この赤ちゃんは年の宮様かもしれないです。なぜならばこれなんですよ。さなぎがこう蝶になっていく、ね、美しい蝶になっている、なんかそんな風に感じるんですよね。うーん、それなのでこの夫人は、まあ、浅はかにも浅はかにもこの赤ちゃんが蝶になったので、浅はかにも今度はお世話する方に回る。ちょっとね、先ほどのこの 1,2,3 枚目のカード、これとね、これが伝えていることとリンクしてますよ。これはなんかね、最善をどれが最善かをこう見て、いくらでも順応するんですよ、この人は、ね、うん、これまで選択してきた道、それについてもう一度考えるんですよね。何か新しい発見をする、まあ、まあこういうことかもしれないですよね。でそういう発見をしたら、これまで選んできた道を考える、そして新しい方向を見つける、それが今度は助ける方、なんかそんな感じがする。この赤ちゃんがこの美しい蝶になっているあたりに、どうもこれは年宮様しかいおられないような感じがするんですよ。次いきますね。メッセージ、 Thought Sadness。 はあ、メッセージか。これ何がしかの伝達とか連絡、うん、で、まあ、それによって重大な 決定が下される。これね、この方がこう連絡を受けて決定を下すのか、それかこんな決定が下されたという連絡を受け取るのかかもしれない。いずれにせよこの方はもうね、あの期待外れで、もう失望落胆でがっかりするんですよ。 こんな感じ、要はご自分の思いは通らないんですよね。これまでの思いが通らない、そんなことなのかもしれないです。何せ重大な決定が下される、そんな連絡が入るんじゃないかなと思いますね、これ。うーん、何かアーミヤ家が土台からグラグラとかね、そんなだったらね、次いきますね。余計なことはちょっと、おウィドワーチャフルネス、ちょっと笑っちゃいけないですけど、ウィドワーなどファルスネス、なんか嫌な出方ですよね。お墓が出ていて、うん、なんかね、ねえ、これはまあ男やもめでしょ。でもその次のこの上機嫌なんですよね。ちょっと祝杯あげているような、楽しんでいるような感じで、これはね、裏切りとか偽善、うん、不誠実とか不正とか、嫌な言葉ですよね、うん、あのね、この裏切った人が喜んでるんじゃないかなと思うんですよ。裏切る人、これから裏切る人かもしれないですよ。その人が喜んでいるような気がする。誰かがお墓に入ったこと、そんな感じ。入ることを、それとも入ったこと、誰が入るかってことなんですよね。喜ぶ、これね、
もしかしたらすごい人がこの中に入るかもしれないですよ。これね、裏切ってこうなってやったーって感じなんですよね。なんかね、今日来るのがこれね、この絵じっと見てると猫をかぶっているっていうのが来るんですよ。なのでこれまで夫人に対しては猫をかぶっていたと思いますよ、うん、その人はなんか猫をかぶるって言葉が聞こえてくる。なので猫をかぶっていた人です。だから裏切りなんでしょうねきっと、うん、夫人は自分の方についていると思っているんですよね。そんな感じ。まさかこのお墓に立っているのは KK さんじゃないでしょうね。次いきますね。ボーリーエラー To attract attention。 最近このカードよく出ますね。インビテーション to the country。 これはね、夫人の気がかりなんですよ。心配、何か、過ち、エラーなので、何かな、不貧困、なんかそんな感じかな。これね、いや本当にこのカードとも合わせますと M 子さんのことを思ってるんじゃないかなって思うんですよ。 M 子さんの不貧困な、ね、そういう行い、それがやっぱ新しい恋関係してるんですかね。なんかそれで注目を集めるようになるんですよ、 M 子さんがね。まあでもいい意味じゃないですよこれ、悪目立ちですよ。で、これこのカードは何を伝えてるかというと、国へ招く、要は日本へ帰っておいでという方向へ持っていくんじゃないかなと。それかもそういうふうにしたいなと思っておられるか、まあ、これ今後の姿なんですけども、なんかそういう気がする。これまあ国へ招くとか国への招待とかそんな言葉なんですけど、まあ、それで暗に伝えている、なんか日本へ帰っておいでというような帰国をさせようとしているような、悪目立ちしている、これは M 子さんだと思うんです。なんかそんな感じがする。不貧困、なんかね、行い気をつけた方がいいと思いますねこれね。なんかやたらやっぱりあの本当に可愛いんですかね、 M 子さんのことばっかり出てるような気がしなくもないな。ジェラシー、マニー、ティーフ、いやこれね本当に、いやこれもしかして、M 子さんのことばっかり言ってるかもしれない。これね KK さんかもしれない、このジェラシーもなんか純粋にね、あ浮気してるってこうやきもち焼いてるようなそんなのではなくって、なんかねもうこういうふうに浮気されるということはイコールお金奪われていくんですよね。この KK さんにとってはお金がやばくなるんですよ。でこれもその恋愛云々とかそういうやきもちではなくて、ご自分のその所有物、権利を守らないとという感じ、そういう警戒心、注意が現れてる気がする。でお金がやばくなる、 KK さんに入ってくるお金がやばくなる、もう奪われそうになっている。なんか警告強いな、これ夫人の今後なんですよ。でそれなのにこんなことばっかりが出てくる、これね決してね夫人がこのジェラシー云々とか夫人のお金が持ってかれるとかそういうので私なんか感じないんですよね、出方が全部がなんかね、ちょっとね次見ますね。ジャーニーよ、ジャーニー、ホープ、ウィドウ、また
お墓。これ前もね実は出てるんですよ。婦人で出てるのかな。なんかね遠い昔の永財さんのその話ではないですよ。あのねこの恵文子さんなんかね、まあ、これね恵文子さんに何かあってもこの方ってニューヨークまで行かないですかね。でもなんかね気持ちだけの問題かな。なんか行こうとする持っているこの夫人がねこれはこの夫人はそのまま夫人だと思うんです。 JK 夫人でホープというのもなんかもう願っている希望望んでいる。でもこうなるんですね。結局は泣いているのはこれ夫人かなって気もする。ちょっとお話になりすぎてますかね、でもなんか出てくるものがちょっと出方が違いますよね。これも見ますね。ウェディングワイフプリズン。これはねお定まりじゃないですけどこれはね稽古費に見えましたね。いつも最近本当にこれよくもう稽古費出てきたら稽古費、なんか稽古費のカードみたいになってるんですよ。この方こういう恐れあるんですかね。プリズン結婚式もこれはアーミヤ様と稽古費の結婚なんてないでしょうかね。その時からずっと長いお付き合いしているわけじゃないですか、この夫人とはね。だから夫人の方から見ますとこの結婚の日から遡るんですよね。こう思い出となりますと思い出すとなるとあの結婚の日でこう妻となり子を設けてでプリズンかちょっと希望入ってますかね。でもなんかこれ稽古費だと思うんですけど。それかもう一つはもう半分もう囚われたような感じの、になる。ちょっとこの前も稽古費を占わせていただいた時に2つの選択肢みたいな感じで出てきてるんですよね。一つはもう本当に、追い出されるような、もう一つはもしかするとつながれたような状態で、自由もなく置かれるような、それがちょっとあるのかなという、それが出てるのかな。まただよく出ますねこれ。letter sign enemy 知らせを受けるため息嘆き敵な嘆きため息は夫人ですよね。これ知らせを受けて敵がいるんですよ。でもどの敵のことっていう感じはするんですよね。いろんな意味この方いろいろあると思うので、どの敵のことなのかなとは思うんですけど、連絡を受けてはぁってなるんですよね。この方にとっては良くない連絡なんですよ。ということは裏を返せば敵にとっては良い連絡ってこと、良いことってことなんですよ。それがある。やたらレターとかメッセージとかね、この前 KK さんもそうでしたか、なんかレターとか出てましたけど、これはね KK さんの時はこれはどなたかからの指示だって思ったんですけど、今回そうは思わない。いつもいつも連絡を受け取るって感じ、そんな感じがするんですよ。報告が入るみたいな、あんまりどころか良い連絡入ってこないような感じですね。あ、です。ついに
my lady gift. これはね、あのカードでは人生における本当に重大な変化が起こるってことを伝えているんです、このカードを甘く見てはいけないと、些細な不幸ではないですよってことを伝えてるんですけれども、なんかこの絵の出方から見てすごくね、これね、あの紙芝居みたいと思うんですよ。あの死神がやってくるんですよね、夫人のところに。そうするとこの病気の方が、病気の方をこの死神が連れていくんですよ。でこの遺影になる状態、それ、でこのカード自体にも別離とか喪失という意味があるんです。カードはギフトっていうカードなんですけども、名前はね、テーマは、そういうことがあるのかなと思います。今後あのこういう死神がやってくる、病気の人を連れて行ってしまう、で家となる。次、あ、いよいよこのカードか。またもうほんとすごい、これでもう手紙ばっかりですよね。これ Letter Star Snake。 これはね、あのコミュニケーションとか、このカードの意味ですと、あの文書とか書類、あとは書類仕事そのものとか、そんなことを表したりするんですけども、それが、このスターは希望とか強い願望、あと大志ね、憧れとか方向、見通しとかね、助言とかアドバイスもありますね。何か宇宙に向かってリクエストをするカードですので、なんか強い願望を感じるんですよね。これ夫人の願望だと思いますよ、強い願望。書類の何かもある、書類関係、すごい書類でしょうね、公文書かな。でこうなんか強い願望、もう本当希望があるんですよ、望み。でスネークなんですよね。スネークは毎回申し上げますけども、自分のお部屋のクローゼットを開けたら、その自分のクローゼットの中に蛇が入っていた。それを見た時の驚き、もう不意打ちのようなものですよね、そういう驚き、それを表している。あとはあのトラブル、妬みとかそういうのもありますし、あとはもう騙すとか詐欺とか偽りとか、あと嘘、裏切りとか密告というのもありますし、背信行為とか、そうだな、何せ夫人をがぶりと噛みつくことが起こる。この方は強い希望があるんですよ、強い希望があるんですけれども、これ裏切りとか密告とかも配信とかもそういうのがあって、結局はこのクローゼットの中にいた蛇にガブリとやられる結果なんじゃないかなって思いますね、それがこれになってくるのかな。この書類が何であるかにもよりますよね。書類によってこうなるとも取れますし、いずれにせよ良くないですよ、これは良くない。次いきますね。False promise. The legal profession. Slight woman. Cruel.Envious. これって結構夫人自身で今までは出てきてたんですけど、このね、嘘の約束っていうのをこの前の KK さんに出てましたよね。あの KK さんの時はその嘘の約束によって KK さんがすごい、あのなんていうかな、強い
不安を覚えるというか、そういう風になるような感じのこと出てたんですけど、だからもしかしてこの嘘の約束をするのは夫人かもしれないです。あんまり縛られちゃいけないんですけど、それかもしれないですね。法律の専門家、これは人を無視したり失礼な態度を取ったり、あと冷たかったり、人を軽視する、侮辱する、残酷でむごいことをする、無慈悲であったり非情であったり、そして嫉妬する、妬む、本当嫌な人ですよね。本当嫌な人ですね。この嫌な人が誰なのか、うん、嘘の約束をする法律の専門家、間違っても経験者のことじゃないですよね、エッセイなので、そうだな、法律の専門家として出ている、法律の専門家を使うのかな。これがね、これが夫人とは取らなくてもいいかもしれないんです。全然別の人かもしれない。全然別の人が夫人に対して嘘の約束をする。そして、その人というのは夫人をもう無視するような失礼な態度、もう軽視侮辱、もう夫人に対してもう無慈悲なぐらい、非情なぐらい、そして嫉妬妬んでいる、嫉妬妬み、それはどうかな、これちょっとな、ピーンと今来るあれはないんですけど、ただちょっと本当に引っかかるのはこの嘘の約束なんですよね。嘘の約束が KK さんのところでも出ていた、それがなんかものすごく今引っかかるんですよね。だからといって夫人が KK さんにっていうふうに取らなくてもいいかもしれない。どなたかが夫人と KK さんを一気に、お言葉悪いですけど、はめるのかもしれないですし、ちょっと最後のカード見させてください。これちょっと本当保留にさせてくださいね。ドッグ、わー、コフィン出ましたね。ムーン、このね、大変ネガティブなカードがど真ん中に来ているとなると、このドッグの意味がコロリと変わるんですよ。これはもう警告のカードになります。で、夫人に対する警告です。どんな警告かというと、親しい仲の人々、夫人とね、これまでは、それとか身近な人々に注意しなさいよっていう警告なんで、警告になるんです。なので身近な人からの裏切りとか、そういうのがあるかもしれないですね。裏切りというと大変聞こえが悪いんですけども、そうではなくて、身近な人が勇気を持って夫人のあれこれを表に出すのかもしれないですし、それは、ね、裏切りという言葉は使わないでおきましょう、ね、とにかく夫人は親しい、これまで親しかった人、親しい人々だと思っている人、それとか身近な人々に注意しなさいよと。で、このコフィンはお墓なので、もう終わろうとしてるんですよ。失われようとしている、病気とか死も意味します。あとはもう極度の疲労とか、お気持ちで言うと絶望とか悲観、あと恐怖、そして苦痛な変化になりますね。深刻な喪失とか重大な損失とか、そういう感じ、で、これはっていうと評判とか風評なんですよね。醜聞とか秘密の暴露とか発覚、あとマスコミによる公表とか公開、これがね、もうね、苦痛な変化、深刻な喪失、もうこれがね、風評、これ
醜聞とか秘密の暴露っていうのが身近な人から起こるんじゃないですか。それかこれまで親しいと思っていた、親しい仲だと思っていた人々から起こるのかもしれない。でお墓に入ることになる、そんな感じなのかなと。ちょっと今日のこの長い、占いを振り返りますと、なんかね、なんか変わった出方でしたね。この方がどうのこうのっていうよりもね、これなんかやったら恵子妃と恵美子さんが出ている感じですね。一味ですからねなのでどうしても出るんですかね。ちょっと恵美子さんがね、この前の KK さんの出方とかとも合わせますと、どうなのかなと思いますね。稽古費にしても恵美子さんにしても、この新しい恋というものには注意をした方が良さそうですね。はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。